法政大学法政騒動は、1933から1934年に、法政大学で発生した、学校騒動である。野上豊一郎1933年11月、法文学部教授の森田総平から野上豊一郎、学官兼与課長を解任すべきとの要望が出された。反野上派は4つのスローガンを掲げて、野上の排斥を迫った。 学長問題隣接地、購入問題財政問題人事行政問題。これらの問題が解決しないのは野上のせいだというのが反野上派の主張であった。しかし、野上は森田も同様に処分しなければ辞職には応じないと返答したため、12月末、秋山正之助学長は職権により、学官と余課長の職を解き、教授の休職を命じた。 さらに1934年1月11日、野上支持の余加教授、講師47名をも会食し、1月15日には、騒動の経過報告をパンフレットで発表して、事態の沈静化を図った。その後、秋山学長は体調を崩して5月に辞職し、公認の水町警察牧総長も就任後わずか1ヶ月ほどで死去したため、 騒動の収集は小山松吉次期総長の手に委ねられた。小山は先に辞職した余家教員を順次復職させ、騒動の一方の責任者である森田総平も1935年10月に解職した。これによって法政大学は表面上平穏を取り戻したものの、順次復職した辞職祖教員と騒動中に迎えられた。 新教員との間の感情的なしこりは長く続いたと言われる。また、それまで自由と進歩を誇りにしていた法政大学の学風は野上と入れ替わる形で顧問に就任した荒木貞夫や騒動の調停に一役買った交友の竹内が救治とその一般によって著しく損なわれることになる。ありがとうございます。